987年4月10日に日本のボーステックから発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用アクションアドベンチャーゲーム。主人公の魂を操作し暗黒要塞の最上階に潜むヘルを倒して輝きの王女を救出することを目的としている。同社の PC 用ソフトレリクスをモチーフとしながらも家庭用ゲーム機への移植の際に大幅にアレンジ。 されているが、乗り移り、等のテイストは残されている。発売時には、取扱説明書の他にモンスターマニュアルも、付属していた。後に改良を加えて復刻された、Windows 版が、レリクスアンソロジーに収録された後、2007年及び2010年に、プロジェクトエッグにて、無料配信された。雑誌媒体などにおいては、 ディスクのロード回数の多さなどから否定的に評価されることが多かった。プレイヤーは暗黒要塞に潜入した魂を操作し暗黒要塞の最上階に潜むヘルを倒し輝きの王女を救い出すのが目的である。肉体は敵の攻撃や体当たりによって HP が減少し HP がゼロになるとゲームオーバーとなる。肉体は 攻撃を受ける瞬間にレバーを背中側に入力することで防御が可能。特定の場所にアイドルが隠されたダンジョンへの入り口が存在する。ダンジョンの最深部にはボスキャラが存在し、アイドルを守っている。アイドルは5つ存在し、次のダンジョンへの鍵となるほか、すべて揃えることでラストダンジョンへの鍵となる。特定のキャラクターを倒すと、倒した相手に乗り移る。 乗り移れる肉体は数種類存在し、それぞれ攻撃手段が異なる。武器や魔法で攻撃する肉体は対応するアイテムを取得することで、拳を使って攻撃する肉体は敵戦士を倒すことで、それぞれパワーアップする。暗黒要塞には破壊できる壁が存在し、アイテムが隠されていることがある。また、壁を崩す位置などを工夫することによって、 階段を作り、先に進むための手段とする場所も存在する。遥かな昔から存在し、争いを続ける、大いなる二つの意識。その一つが、ヘルに宿り、地球を侵略してしまった。彼は、太古の昔に地球を訪れた二つの意識の片割れ、ヘブンによって築かれた城を利用して、暗黒要塞を建造し、さらには、 銀河系を光で満たすという、輝きの王女を捉え、最上階に閉じ込めた。輝きの王女が囚われた今、地球は、そして銀河系は暗黒に塗りつぶされてしまうのだろうか。ありがとうございます。